すみたやチャンネル、すみたやチャンネルというわけで、本日は蒲神明宮のお祭りに来ています。というわけでこちらのお祭りなんですけれども、蒲地区の屋台が10台集まるっていうことで、なかなかこの辺りでも大きいお祭りになります。はい、こちらの蒲神明宮のお祭りなんですけれども、やっぱりね、秋祭りなんですけれども、激練りのラッパをやってるっていうことで盛り上がってます。